明けましておめでとうございます。KZP プラスです。昨年中は、動画の視聴や、チャンネル登録ありがとうございました。動画作成の意欲となっていて、非常にありがたく思っております。本年も、昨年以上に、ロマサガースを、楽しみつつ動画やライブ配信を、やっていき、レベルアップして、いきたいと考えております。どうぞ、本年もよろしくお願い、いたします。さて、新年を迎え新しいガチャが、設置されました。正月スタイルの、和装をイメージしたイラストの、SS スービエ、スーミの主の娘、S 最終皇帝、男、A ロックブーケが、追加です。すべて、ロマンシングサガニのキャラ、なのですが、海の主の娘、原作では、人型ではなくクジラの、ようなイルカのような一角のような、姿なのですが、擬人化のようです。何やら、舞台版、の展開なのだ、そうです。イベントシナリオも、その、舞台版のお話を踏襲しているそう。さて、このガチャ回そうと思った、のですが、目的は SS キャラでなく、S 最終皇帝、男、と A ロックブーケ。二人とも最近までスタメンですし、好きなキャラなので、引こうと。そこでトラブル。また、ガチャを録画、するの忘れて引いてしまいました。寝ぼけてて、ガチャの設置を、見つけて、何も考えずに。結果的には、10連を2回引いて、二人ともゲットです。正直なところ、S と A スタイルなので、即戦力スタメン級ではなく、技の、継承や、今後の当キャラの SS 本体、がバージョンアップされた、スタイルが来た場合、必須の技になるかもしれないものを持っている、可能性があるからです。わら、今は、スタメンから外れていますが、好きなキャラなので、また使いたい、ですからね。SS については、今回は見送ろうと、スービエには惹かれましたが、今回は、見送ります。いくら、好きなキャラでも、S と A に、ジュエルを大量に投入して、天井、まで引くのは辛いなぁと思って、たので、10連2回で来てくれて、よかったです。新年早々、良い、引きでした。元帳参りでも、おみくじが大吉、だったので、今年はいろいろな部分、あるいは総合的に良い年であれば、いいですね。さて、今回の動画は、SS スービエの、実装に合わせて復刻したとしか、思えない七英雄復刻イベントの、スービエ襲来をやっていこうと、思います。新年一発目の動画が、復刻スービエ、で、ちょっと段としては弱い感じも、しますが、何事も準備運動は必要、ですわら。このスービエ襲来は全20ステージ、ノエルと一緒ですね。セリフのある、ステージを抜粋します。ステージ5をクリアして S スービエ、ゲットです。今回の正月スービエを、ゲットした人は確実に手に入れる、べきのスタイルですね。しれっと背景が海中になってますね。このスービエさんはワグナスのいとこ、です。というくらいしか、大きな設定上、の特徴って語られてなかったかも、覚えてないだけかもしれない。しかし、なんでこんなタコと思われる、モンスターと同化したんだろうか、うにゃうにゃした足はどうも、かっこよいとは思えないのだが、やっぱり利便性や海中での行動に、特化した同化をするためだったの、かな。このステージから第2形態になります。この第2形態の姿こそ、海の主の娘を吸収し同化した姿、なのです。間違っていたらごめんなさい。原作では、スービエが海の主の娘と、同化を狙っているが海の主、母、が、スービエより強く、膠着状態。ある日、海の主が、レオンブリッジを、破壊。皇帝が犯人探しへ。皇帝が、海の主を倒すと、守ってくれる母が、いない娘は、スービエに吸収されて、しまう。あるいは、開封会を手に、入れ海の主と皇帝がお話できると、若いしスービエは進化できない。そんなお話だったはずなのですが、今回のストーリーに驚きです。ラストステージです。ランが弱点ということ、実装時が初期、の初期だということで、そこまで強く、ないです。むしろザンパーチでいけば、物足りないくらいの強さでした。まあ、このリユニバース自体が、パラレル世界な感じもいたしますし、イベントストーリー見ると、夢だったり、いろいろ突拍子もない感じを受けて、ってなりますが、新しい物語を、読めるのは楽しいので、それはそれで、いいですよね。フリーシナリオや分岐でいかようにも、
出会わなかった分岐があったのだと、新しい枝分かれストーリーとの認識で、楽しみます、笑い。